ウィルトン・ドペスは、ニカラグアレオン出身の元プロ野球選手。2002年にニューヨーク・ヤンキースに入団。2007年から2008年までは、サンディエゴ・パドレスのマイナー組織に所属した。2012年8月24日2009年の開幕前に、ウェーバーで、ヒューストン・アストロズに移籍。8月28日のダイヤモンドバックス戦で2番手として登板し、メジャーデビューを果たした。 ニカラグア出身としては11人目のメジャーリーガーとなった。2010年は抜群の請求力を発揮し、68試合の登板でよし級はわずかに5つだった。オフには母国ニカラグアの最優秀スポーツ選手として表彰された。2011年もセットアッパーとして前年に引き続き、好成績を残し、チーム最多の73試合に登板した。 2012年11月28日にフィラデルフィアフィリーズへのトレード移籍が成立寸前と報じられたが結局不成立に終わった2012年12月4日にアレックス・ホワイトアレックス・ギリンガムとの2対2のトレードで後日指名選手1名と共にコロラド・ロッキーズへ移籍した2014年1月16日にロッキーズと1年契約を結んだ 2014年12月12日に、トロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。ウィルトン・ロペス・コントラクツ、サロリス、キャプチャーヒッツ、アンド・トランザクションス。spotrac.com。2013年12月26日閲覧。プレイヤーズ・バイバース・プレイス、ニカラグア・ベースボール・スタッツ・インフォ、ハットリン・ギング・イン・2011ウィズ・キャロバンズ、アストロライン &A。 セインフェルド・イアン・エリング・オブ・ザ・グリーバンセスレイテスト・ン・フィリーズウィルトン・ロペス・ハット・ R-O-C-K-I-E-S-A-C-Q-U-I-R-E-W-I-L-T-O-N-L-O-P-E-Z-M-L-B-T-R-A-T-E-R-U-M-O-R-S.com、e e e、ハットロッキーズ &R-H-P ウィルトン・ロペス・アボイドアービトレーション MLB.com ロッキーズ・プレス・リリース 2014年1月17日、閲覧、ブルージェイズサイン・ロッペス、ジンデル、フォックス2、マイナーディールズ、ありがとうございます。